皆さんこんにちは、狂人 M のマサです。京都鉄道開拓記、今回で9回目ですね。こちらは京都都市鉄道中央線京都中央駅、流れ線屋根の巨大ターミナルですね。そして後方をご覧ください。今回は新たな接続路線が開通、首都直結の空港アクセスです。ということで、こちらが今回全通した路線、エアポートラピッドアクセス、通称 ARA です。最近移築された白樺国際空港からターミナルの京都中央駅までを結びます。上から見るとこんな感じ。京都都市鉄道中央線で降りると、このようにガラス通路ですぐに乗り換えられます。早速乗っていきましょう。エスカレーターは上下別になっています。建築費をケチったせいでホームが狭いためです。京都都市鉄道に比べると短いですが、6両90無のホームです。このような短期鉄道モノレール方式、発車するとすぐに坂を下っていきます。中央線の方は改札から下ってホームへ行くのですが、こっちはただでさえ高台の改札からさらに登ったところにホームが合う。そのせいであんな急勾配になっています。勾配を下り切って中央線とクロス、早速、着陸態勢の飛行機が見えますね。こちらが一つ目の途中駅、柏田です。駅名の由来は後ほどわかります。新交通システムにありがちなアーチ屋根を、さて、この辺で周りに生えてる木は何でしょうか？カシですね。ところが、この辺で、なんと、頭皮に変わりました。そう、ここで植生が変わるんですね。カシの方にあるのがカシカタ駅、頭皮の木の方はカラカタ駅です。ということで、カラカタ駅到着。カラカタ駅発車。次がいよいよ空港駅です。ところでこの路線、もちろん着想は東京モノレールから得ています。ただ、実際に参考にしてるのは多摩都市モノレールで、この丘陵地帯を走り抜ける感じが好きです。今度は出発便が見えますね。
他に話すネタもないので、今流れている BGM について少し。これはアバーヤボアネというゲームのものです。このゲーム、明るい空をどこまでも飛んでいくというもので、コンセプト、世界観、そして音楽がすごくいいです。今回 BGM に使ってみましたぐ、やっぱり旅動画には合ってるなと思いますね。そんな話をしていたら空港に近づいてきました。いよいよ空港です。白樺国際空港駅到着です。本当にターミナル直結ですね。それでは、飛行機に搭乗。今回は実際に離陸したいと思います。チェックインを済ませて出発ロビーへ。いよいよ飛行機に搭乗しまして、タキシング開始です。滑走路を目指します。いよいよ離陸です。離陸しました。下に見えてるのが京都都市鉄道中央線。今度は旋回して着陸態勢に入ります。ちらっと見えたのが鹿方駅ですね。この村は騒音公害をもろに受けます。
走路は一方通行なので、離陸便との接触も避け、反対側からの着陸です。着陸しました。荷物を受け取って入国します。それでは、再び ARA で市街地を目指しましょう。今度は快速なので途中駅飛ばします。白樺国際空港駅発車。ということで、京都中央に戻ってきました。いやー、早かったですね。坂を登ってホームに入ります。ということで、今回は新たに全通したエアポートラピッドアクセスの紹介でした。
これからも、交通網は拡大を続けます。皆様チャンネル登録お忘れなきよう。京都鉄道開拓記をよろしくお願いします。